兄弟たち、また会いたじゃ。俺は新選組に入隊する。 もうこれ以上親さんを殺した犯人を追う必要はない。 復讐は忘れろ。 ミブロの野良犬は カモも食い殺すってな。てめえ、なんなら己も味わってみるか。薄いな話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。それじゃ、斎藤はじめ君、いい声で泣くな。だけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。殺した気は予想でやるんだな。 この日本って国が自滅するまでの時間だ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。待て。俺もあんたと同じ。叩けば埃が出る身だよ。いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらい。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。 聞かせたいんだ。聞く耳を持たせてみろ。これが戦った男たちの生き様だ。 お前がもう一人の坂本龍馬なのか。答えろ。